孫は宝でしょ。面倒を見られるなんて幸せね。かなさんはそう言って今日も出かける準備をしていました。そしてそんな風に好き勝手やって日々を過ごし、気がつけば2年の月日が経っていました。だがそんな中、ある日いきなりかなさんが午前中に起きてきて孫に話しかけたのです。カイト、ママと一緒にお出かけしようか。すると孫は私の方を見てこう言いました。おばあちゃん、この人誰？私は60歳の専業主婦です。つい最近還暦を迎えました。夫とは結婚して34年が経ち、一人息子のタケルも30歳になりました。息子は現在会社員として働きながら一人暮らしをして自立した生活を送っています。定期的に息子は実家に顔を見せに来てくれて近況報告をしてくれます。心優しくてとてもいい子で、私や夫のことも気にかけてくれます。母さん、還暦おめでとう。これからも元気で長生きしてね。はい、これプレゼント。息子はそう言って私に赤い花束をプレゼントしてくれました。ああ、ありがとう。とても嬉しいわ。息子は還暦のお祝いに花をプレゼントしてくれただけでなく、その後家族3人で行こうと言ってお寿司屋さんに連れて行ってくれました。息子が連れて行ってくれたお寿司屋さんはとても美味しくて、還暦祝いをしてくれた嬉しさもあって何倍にも増して美味しかったのだと思います。息子がこうやって元気な子に育ってくれて、私はとても嬉しく思いました。というのも、息子は小さい頃からとても病弱だったからです。喘息持ちで体調を崩しやすく、いつも病院に通っていました。息子がどうやったら元気になるのか、私と夫はいろいろと考えた結果、田舎に引っ越すことにしました。自然が多く空気がきれいなところで暮らせば息子も元気になるかもしれない、そう思い、私たちは都会の生活を捨てて田舎暮らしを始めたのです。仕事も変える必要があったので大きな決断となりましたが、私たちの判断は間違っていませんでした。息子はみるみる元気を取り戻し、すくすくと成長していったのです。そして同じ地域の子たちと毎日外で遊んでいるうちに、自然と筋肉がついて運動神経も良くなりました。子供たちはよく木登りをしたり、自然の中で体を動かすことをしています。息子は私と夫が知らないうちにものすごく活発な子になり、性格も明るくなりました。その後、高校まで同じ地域で過ごし、息子が東京の大学へ進学するのを機に、私たちは再び都会に戻ることに。もちろん田舎暮らしも楽しかったが、もともと都会でずっと暮らしていた私と夫はすぐに東京での暮らしに慣れた。昔と様変わりしている東京の街並みを見て、やっぱり都心はすごいなと思った。ここまで便利だと、ずっと東京に暮らしていたいと思う人の気持ちもわかる。息子も元気になって大人の状態での東京の生活なので、昔のように体を壊すことはなくなっていました。息子は東京の大学でのキャンパスライフをとても楽しんでいるようで、サークルに入り、バイトもしてとても忙しい日々を過ごしていました。友達もたくさんできたようで、夏休みの時はバーベキューやお花見などに行っていました。もちろんそんな中でも息子は真面目に授業に出て単位をしっかりと取っていたので、大学4年生の時には単位を取り終えて就活に集中することができていたのだと思います。そして息子は大手企業に就職が決まりました。有名な会社だから採用してもらえて、親としてもとても誇らしいです。タケルもあっという間に社会人か。あなたのために田舎に移り住んだのがつい最近のことのように感じるのにね。気づいたらまた東京で暮らしてるんだもんな。本当に人生はわからないものね。私と夫は今までの人生を振り返って感慨深くなっていました。息子は大学を卒業して会社員になり、それを機に一人暮らしをスタートさせました。実家では料理なんて一度もしていなかったので、私は食生活が心配でしたが、意外と息子はしっかりと自炊をしているようでした。私がちゃんと生活をしているのかメッセージを送ると、
息子からは自炊をした時の料理の写真が送られてきました。最初は焼きうどんとかナポリタンなど簡単なものでしたが、だんだんと腕を上げていったようで、ハンバーグだとか鶏の唐揚げとかブリの照り焼きとかバリエーションが増えていっていました。夫もあいつがここまで料理ができるなんてびっくりだなと驚いていました。あんなに小さい頃に病弱だった子がこんなにも自立した生活を送ることができるようになるなんて。私は息子が立派になってくれて本当に嬉しく思いました。それからは定期的に実家に帰ってきてくれて近況を報告してくれています。私は専業主婦として会社で働いている夫を支えながら平和な日々を過ごしていました。気づけばあっという間に月日が経っていき、息子も30歳になりました。そんな中、ある日実家に顔を見せに来た息子がこんな報告をしてきたのです。今日は母さんと父さんに大事な話があるんだ。俺、結婚することになったんだ。結婚?息子の突然の結婚の報告に私も夫も驚きました。お相手はどういう女性なの？取引先の会社で受付をしていた女性なんだ。お付き合いを始めてだいたい1年くらいで、年齢も向こうが2歳下だよ。そうなのね。今度結婚の挨拶で連れてくるから会ってほしいんだ。もちろんよ。私と夫は息子が結婚すると聞いてとても嬉しく思いました。そしてそれから1週間後に息子が婚約者の女性を連れてきました。はじめまして、かなと申します。カナさんはものすごい綺麗な人でモデルさんかと思いました。カナさんはタケルのどこが好きなの？ちょっと母さん、何をいきなり聞いてるんだよ。あら、いいじゃない、こういう時に聞かないと。とにかく優しいところが好きなんです。お仕事にも一生懸命ですし、しかもそれでいて料理が得意だったりして、家庭的なところもあるのも惹かれたんです。そうなのね。私はカナさんが息子のことをちゃんと見てくれている気がして嬉しく思いました。息子もカナさんに褒められて照れていました。それから私たちは両家の顔合わせでカナさんのご両親とも挨拶をして、本当に息子が結婚するんだなと実感しました。その後数ヶ月が経ち、息子とカナさんの結婚式の日がやってきました。ついにこの日が来たかという感じです。私と夫は緊張しながらもワクワクしながら結婚式に挑みました。そして始まった結婚式。息子は立派な姿で堂々としている。カナさんはいつも以上に美しくて、女の私でも見とれてしまうほどでした。私と夫は息子の晴れ姿を見てとても感慨深くなりました。結婚式はとても素晴らしくて、親の私たちにとっても思い出深いものになりました。そして息子とカナさんの新婚生活がスタート。二人は定期的に実家を訪ねてきてくれるのですが、仲良く幸せな結婚生活を過ごしているようです。カナさんは結婚を機に専業主婦になり、しっかりと家庭を支えているようです。私と夫は息子が幸せな日々を過ごせているようで安心しました。そして息子とカナさんが結婚して2年ほどが経った頃、さらに嬉しい出来事が起きました。妊娠？ああ、カナには本当に感謝だよ。よかったわね。なんと息子とカナさんの間に子供ができたのです。私と夫は孫ができたと聞き、とても嬉しく思いました。それからカナさんのお腹もどんどん大きくなっていき、孫ができるということを実感しました。そしてその後、ついにカナさんは赤ちゃんを出産、可愛い男の子が生まれました。孫の名前はカイトと名付けられました。俺はカイトのためにもっと仕事を頑張るよ。息子は自分の子供が生まれて父親として家庭を守ろうとやる気に満ち溢れていました。息子にも家庭ができて、私は時の流れの速さを感じました。それからいつもの日常を送りながら、たまに息子夫婦が孫を連れてきて楽しい時間を過ごしていた私たち。そんな中、ある日息子とカナさんがこんなことを言ってきました。
母さんたちが嫌じゃなければ同居したいと思っているんだけど。同居？どうして急に？実は俺仕事が忙しくて残業が増えてるんだ。だからなかなか家に帰れなくて、カナに一人で子育てをさせてしまっている状況でさ。一人で心細いだろうから、もしよかったら母さんたちと同居してサポートしてほしいなって思って。もちろん母さんたちの老後のことも考えて、俺たちがサポートしたいと思っている。私と夫はいきなりそう言われて驚きましたが、それでも息子夫婦と孫と一緒に暮らせるのは純粋に嬉しく思いました。そして私と夫は同居に賛成し、息子たちとの同居生活が始まりました。息子は会社で昇進したようで、本当に毎日帰りが遅くなっていました。残業が多いようで、終電ギリギリになってくることも多いです。そのため私はカナさんのサポートをするために子育てを手伝っていました。お母さん、いつもありがとうございます。いいのよ、家族なんだから支え合わないと。カナさんはあまり並行していろんな作業をすることができないようで、子育てをすると家事が一切できない様子でした。そのため一人で家にいるときはてんやわんやだったそうです。私は専業主婦で日中もずっと家にいるので、彼女のことをしっかりと支えることができました。家事と子育てを並行してやらなければならなくて大変なこともありましたが、孫ともたくさん触れ合えたので全然疲れませんでした。むしろ幸せを感じていたほどです。ですが同居生活を始めてから1年ほどが経った頃、カナさんの態度に少し変化が現れました。なんていうか、いろいろとサボるようになったというか、厚かましくなったというか。お母さん、私用事があるので日中のカイトの面倒任せていいですか？いいけど、用事って何かしら？ちょっとママ友とランチに行ってきます。将来的に幼稚園や小学校で子供が同じ学校になることを考えると、交流は深めないといけないですから。そう言ってカノさんはおしゃれな服を着てバッチリとメイクをして出かけていきました。別に出かけるなとは言わない、息抜きは必要だと思います。ですがカナさんはその後も毎週のように出かけていきました。しかもその頻度はだんだんと増えていき、週に3回、4回、5回とほとんど働きに出ているようなくらい遊びに出ていました。さすがに私はカナさんを注意することにしました。カナさん、いくらなんでも遊びに行き過ぎなんじゃないかしら。母親として子供ともっと接するべきだし、それにタケルの稼ぎで生活しているのにここまで遊ぶのは違うと思うのよ。私がそう言うと、カナさんはとても嫌そうな顔をしました。お母さん、それって嫁いびりですか？信じられないです。お母さんがまさかそんなことをする人だったなんて。いやいや、私はただ苦言を呈しているだけで。私には自分の人生を楽しむ権利すらないんですか？そんなことはないわよ。でも少しくらい家事や子育てに時間を割いた方がいいと思うの。はっ、お母さんってそうやって人を縛りつけるのが好きなんですね。私、息が詰まりそうです。そんな。カナさんは今までの優しかった雰囲気はなくなり、そうやって私を責めるようになりました。そして全く家事や子育てをしなくなったのです。私、これから働きに出ます。私たちはカナさんがいきなりそんなことを言い出したのでびっくりしました。なんでだよ、俺の稼ぎで十分に生活できてるじゃないか。もっと自分で使えるお金が欲しいのと、私も外で働きに出たいのよ。そのように言うカナさん、ですが私はその発言に少し違和感がありました。カナさんは結婚した時に自ら望んで専業主婦になっていました。それなのに働くと言い出したのはおかしいなと思いました。そしてカナさんは無理やり働きに出るようになったのですが、飲食業だそうで、夕方に家を出て行きました。しかも結構シフトが入っているそうで、毎日働きに出ていました。帰ってくるのはいつも夜中で、私たちが寝ている時に帰ってきます。そして昼過ぎに起きてくるので、家事は本当に一切しません。もちろん孫の世話だってしないです。
ですので私が全てしている状況です。さすがにそうやって家のことをしないカナさんに息子も怒っていました。カナ、働くのはいいんだけど家のことを母さんに全て押し付けるのは違うと思うんだけど。あなたまでそうやって私のこと責めるの？この家ではみんな嫁をいびるのかしら。いや、そんなつもりはないんだけど。息子も心優しいのであまり強くは言えないようでした。そのためカナさんは全く言うことを聞かずに好き勝手やっていました。孫は宝でしょ。面倒を見られるなんて幸せね。カナさんはそう言って今日も出かける準備をしていました。ただ働きに行くだけなのにそんなにしっかりとメイクをする必要があるのでしょうか。そしてそんな風に好き勝手やって日々を過ごし、気がつけば2年の月日が経っていました。孫は3歳になり、たくさん話すようになっていました。おばあちゃん、おじいちゃん、遊ぼう。はいはい、今行くから待っててね。孫はとても元気で、私と夫はすごく癒されていました。かなさんは相変わらず夜に働きに行き、日中は寝ている日々を過ごしていました。だがそんな中、ある日いきなりかなさんが午前中に起きてきて孫に話しかけたのです。カイト、ママと一緒にお出かけしようか。すると孫は私の方を見てこう言いました。おばあちゃん、この人誰？え？かなさんは孫にそう言われて絶句していました。待ってよカイト、私はお母さんよ。カナさんはそう言って孫に近づきましたが、孫は怯えていました。私は孫を守るようにカナさんの前に立ちはだかりました。やめなさいよ、カイトが怖がっているでしょ。そんな、どうして私を避けるのよ。わからないの？あなたは今までカイトと全然関わってこなかったじゃない。カイトが起きている時は寝ていて、夜は外に出ていたんだから、カイトからしたら知らない人と同じでしょう。それなのにどうしていきなりカイトに話しかけてきたのかしら。何か企みがあるんじゃないの？いや、そんなことはないですよ。私は息子とのコミュニケーションを取ろうと思って。カナさんは動揺しながらそうやって言いました。ですが、私は彼女についてのとある事実を知っています。長年調査をして得たとある事実です。違うでしょ。あなたはタケルと離婚をして親権を取ろうとしてるのよね。え？だけど今まであまりにも子供と関わらなすぎたから、慌ててコミュニケーションを取ってるんでしょ。何を言ってるんですか。私も息子も知ってるのよ、あなたが不倫をしていること。え？私が不倫なんてするわけないじゃないですか。ものすごく動揺しているカナさん。そうやってごまかしていればいいわ。仕事後に息子が帰ってきたらしっかりと話しましょう。私がそう言うとカナさんは顔を青くしていました。そしてそれから息子と夫が仕事から帰ってきて話し合いが始まりました。息子は更新所で調査した結果をカナさんに見せました。お前が働きに出ていると嘘をついて不倫相手と会ってるのは知ってるんだ。母さんにも言われただろうが、適当な理由で離婚をして親権を奪って俺から養育費をもらおうとしてたんだろ。カナさんは図星だったのか、何も言えずに黙り込んでいました。離婚はするが親権は俺がもらうし、お前からは慰謝料を支払ってもらう。そんなひどい。どうして私にそんな仕打ちをするの。あなたは優しいのが取り柄なのに、慰謝料なんて要求しないでよ。そうやって勢いに任せて息子に許してもらおうとしたカナさん。ですが私たちが許すはずもありませんでした。ダメだ、俺はもうお前のことは絶対に許さない。カイトは俺と母さんと父さんで育てる。お前はこの家から出て行け。心優しい息子がこんなにも鬼の形相で怒ったのはおそらく初めてのことでしょう。カナさんも驚いてビビっていました。そして息子とカナさんは離婚することになりました。息子は弁護士を通してカナさんと不倫相手に慰謝料を請求しました。孫の親権はもちろん息子が取ることになりました。カナさんは不倫相手のことを頼ろうとしたそうですが、自分の分の慰謝料を支払った後に行方をくらましたそうです。そのためカナさんは自分のご両親に頼りました。
彼女のご両親は立て替えて慰謝料を息子に支払い、カナさんに立て替えた分を支払わせることにしたそうです。彼女が逃げられないようにご両親は親戚の農家に彼女を強制的に送り、働いた分をご両親の口座に振り込むようにしたそうです。現在は慣れない畑仕事をひいひい言いながらして毎日ヘトヘトになっているそうです。畑仕事で大変な思いをして少しでも改心してくれればと思うのですが、なかなか性格は変わらないでしょう。一方、私と夫は息子と孫と仲良く幸せな日々を送っています。母親がいない分を私が補って孫をいい子に育てられればと思っています。働きに出ると嘘をついて不倫をしていたなんてひどいですね。こんな人に子供を育てる権利なんてないですよね。お孫さんは主さんたちと暮らすのが一番幸せだと思います。旦那さんと息子さんと協力し合いながらお孫さんの子育てを頑張ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。